ムーンウォーカーという AI とローラーブレードを搭載した世界最速の靴は、速く歩きたい人にとって大変便利です。90分で充電が完了し、歩行速度を 250% もアップさせることができます。通常のローラーブレードとは異なり、階段の上り下りもでき、あらゆる地形に対応できます。これにより遅刻や待ち合わせの心配もなくなり、ギリギリで時間に間に合う確率が格段に高まります。その性能を実際に見てみましょう。アメリカのペンシルベニア州ピッツバーグに拠点を置くロボット工学企業シフトロボティクス社が開発したムーンウォーカーは、世界最速の靴として注目されています。ムーンウォーカーで滑るようなウォーキングを楽しむには、まずは約90分間の充電が必要です。充電完了後、靴を履いたままサンダルのような感覚で着用します。あとは普通に歩くだけです。ムーンウォーカーの靴底にはローラーブレードが装着されており、あなたの歩行スピードを最大 250% も加速させてくれます。最高速度は時速約11キロです。普通に歩いているつもりでも、軽いジョギング以上の速さで移動することができるのです。ムーンウォーカーには速さだけでなく賢さも備わっています。内蔵された AI があなたの歩き方を学習し、非常に自然で違和感のない歩行を実現してくれます。また止まりたい時にも AI が素早く判断し、スムーズに停止してくれます。足を止めた後に不意に前進するといった心配はないので、安心して利用できます。使用感としては、電動スケートボードではなく、むしろ空港などにある動く歩道のような感じと表現されています。デコボコした街中や滑りにくい路面での利用について心配されることもありますが、ムーンウォーカーは実用性においても優れています。砂利道や不整地、オフロードなど、実質的にあらゆる地形に対応できると謳われています。つまり段差や土がむき出しの場所でも問題なく利用できるのです。そのため街中の様々な状況においても快適な移動が可能です。ムーンウォーカーがあなたを確実に目的地に導いてくれるでしょう。ムーンウォーカーは8つのローラーを特殊な配置で重ね合わせることにより、大きな直径のローラーと同等の効果を生み出し、あらゆる地形をスムーズに乗り越えることができるようになっています。階段を登る必要がある場合や、ゆっくり歩きたい場合はジェスチャーコントロールを使ってハンズフリーで操作し、ムーンウォーカーをオフにすることもできます。さらにムーンウォーカーは体重100キロまで耐えることができる耐久性も備えています。防水性能も完璧であり、雨の日や水たまりのある日でも普通に使用することができます。つまりムーンウォーカーは日常的に利用できるアイテムであり、あらゆる環境や状況に対応しています。ただし注意点として、ムーンウォーカーは歩行専用のアイテムであり、走ることには適していません。ムーンウォーカーは今年の夏に1399ドルで発売される予定です。発売後はシフトロボティクス社のウェブサイトで購入できます。日本円で約18万9000円となり、靴としてはそれなりの価格帯です。しかし AI を搭載したコンパクトなセグウェイを足元に装着できると考えると、リーズナブルに感じるかもしれません。また予約も可能であり、50ドル支払うことで予約できます。キックスターターのクラウドファンディングでは、目標額の2倍の資金が集まった人気のあるアイテムなので、欲しいと思ったら予約することが確実です。安全性については一応保証されていますが、日本の道路交通法において正式に着用が認められているかどうかは不明なので、確認する必要があります。安全面に関しては関連する法規制や規定を遵守することが重要です。最後までご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは世界の不思議なニュースや現象について紹介していきます。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。